即対姿の秋人。方は恥染五方、冠無は、流英五官即位礼聖殿の儀にて公御座に立つ、第百二十五代天皇秋人1990年11月12日、秋人は、日本の、第百二十五代天皇、上皇。ご称号は、慶愚、お印は栄。継承は陛下、君党は大空に。昭和天皇と皇順皇后の第一皇男子。 御子女に、徳人、秋篠宮文人信能、黒田清子がいる。1989年、昭和64年1月7日の父御門、昭和天皇の崩行を受けて、日本国憲法及び、現稿室天板下で、初めて行為を継承した。翌8日に、言語法並びに言語を改める政令に基づき、平成へ、改元が行われた。 2019年4月30日、皇室天罰特例法に基づき建成史上初めて上位した。現在の住居は、東京都港区高輪にある、仙洞仮御所。清掃の天皇は紀人皇居宮殿表御座所で公務を行う2003年2月撮影1933年12月23日に、東京府東京市郊島地区宮城内の三殿にて、昭和天皇、 公順皇后の第五子か活、第一皇男子として誕生。姉に、東国重子、九九祐子内親王、高塚酒塚子、池田厚子、弟に、日立宮正人親王、妹に、島津隆子がいる。1952年に、皇室天畔に基づき18歳で成年。1959年に、正田道子と、成婚し、広宮なる人親王。 綾野宮文人親王、典宮清子内親王の次男、和目の三人の子女も受ける。1989年1月7日にジップである昭和天皇の宝御に伴い後位継承し、第125代天皇に即位。天皇在位中は、高齢となっても年間約1000件の書類に目を通して、署名、夏維持、各種行事に約200回出席し、 20件近くの宮中祭祀や祭儀を取り行うなど、精力的に活動していた。しかし、2015年に施設訪問の一部を交代し、成人新納、同日政子及び秋篠宮文人親王、同日の子に引き継いだ。天皇の大位等に関する皇室天板特例法の施行により、2019年4月30日限りで、大位。5月1日時に交代し、 なる人新皇が第126代天皇に即位し、明人は上皇となる。上位に伴う皇位継承が行われたのは、皇格天皇から人皇天皇への上位以来202年ぶりである。明人は歴代天皇の中で最初に上位した皇玉天皇より数えて59人目である。上位時の年齢は85歳であり、歴代天皇の中で最高齢で上位した。 上皇である秋人は天皇や皇族と共に皇室を構成している。存命中の男性皇室構成員としては最年長であり、大糸暮れ法により皇位継承権を有しない唯一の男性皇室構成員となった。魚類学者としても知られ、ハゼの分類学的研究者であった。日本魚類学会に属して自ら研究して書いた論文28編を 同学開始に発表。1992年には、サイエンス誌に、アーリー・カルタベイターズ・オブ・サイエンス・イン・ジャパンという、題で寄稿した。また2000年、2008年、2016年には、日本国外の雑誌、寺院に第一著者として論文が掲載されている。魚類学における業績は、各国で評価され、学会において以下に記述する役職についている。 この他にも1998年には英国ロンドン王立協会からチャールズ二世イメダルを受賞2007年の欧州五カ国訪問ではスウェーデンウプサラ大学名誉学院に劣勢られたまた長年のハゼの分類学的研究に対する貢献を称え新種のハゼの一種の命名に1992年にはプラティゴバイプシスアキヒトと 2005年には、イグジリアス・アキヒト、2007年には、ハゼの親族に、アキヒト族と、彼の名を織り込んだ県名がなされた。また2020年には、南日本に生息する、沖縄ハゼ族の新種を発見した。新種発見は2003年以来17年ぶりであり、退位後初めての研究成果でもある。皇族及び天皇としての国際親善とは別に、 魚類研究での外国との交流もあり、皇太子時代に問い合わせに応答した中国の魚類学者に年賀状を毎年送っている。民族学者である梅沢忠夫は1971年8月26日の仲間内の食事会にて、この前皇太子殿下にご信仰に行った。皇太子殿下の植物学に対する造形は大したもの。立派に東大。 兄弟教授が務まる。帝としてはどうか知らないが、学者としては一流だ。と述べている。発見したハゼ1934年、誕生翌年に、母親の孝順皇后に抱かれる、嗣宮のみや新納、昭き新納の誕生を報じる、富山日報1933年12月23日午前6時39分、宮城内の三殿にて誕生。昭和天皇、 公順皇后の第五子にして初の御子であった。称号、継宮名前、秋人。これは父、昭和天皇による命名で、いずれも明治3年1月3日の明治天皇の即位に、際して発せられた、小直、大教旋府より、律、極水等、列皇宗将、次の術の余明治教も専用維新の大道なり、お立て、等たれ、列皇は、 総称し、これを次これを述べ、よろしく地境を明らかにしもって、維新の大道を専用すべきなりに出展を求め、命名されたものである。お印ししの、栄は、文字で草花が坂に茂る様子を意味する。昭和天皇の子女として4人続けて、女子の誕生を経た後の次期後位継承者になる男子の誕生ということもあって、国内の湧き立ち方は、並々ならぬものがあり、 北原白州作詞、中山新平作曲で奉祝家、皇太子様お生まれなったまで作られた。1936年3月29日、皇室の伝統的監修に基づき、将来の天皇になるべくして、皇太子昭人親王は、万二歳で両親のもとを離れ、赤坂離宮校内の東宮仮御所で、東宮不育館によって養育される。 当初は週に一度の日曜日には宮中に散大して、両親と面会する機会もあったが、1ヶ月を過ぎる頃から、日曜日も、東宮仮御所で過ごすようになった。1940年に学習院初等科に入学。学習院修学時代は、山梨勝之新院長の下で教育を受け、うどねり新国鉄像を主として、剣道を連成した。1四十一年十二月八日、 自身の学習院初等科2年時在学時に日米海戦。学習院初等科5年時の1944年第二次世界大戦の戦火の拡大により、はじめは栃木県日光市の田母、沢子陽邸に、後に奥日光、湯本の南館ホテルに疎開。当地で、翌1945年8月15日に他の疎開児童らとは別室にて、 ラジオでの父ミカドによる玉音放送を聞き、終戦を迎えた。終戦後に帰郷。1946年10月から1950年12月まで、父、昭和天皇の西洋の思想と習慣を学ばせるという新しい皇太子への教育方針に従い、アメリカ合衆国の著名な女性の児童文学者にして、クエーカー教徒のエリザベスバイニングが、 家庭教師としてつき、その訓導を受ける。1949年6月27日には、バイニングと共に GHQ の設置された第一生命館を訪問して連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサーと面会した。この時マッカーサーは、殿下は落ち着いて、誠に魅力的なお方だったと好印象を持ったと言われる。また、西洋で流行していた。 ボードゲームのリバーシュを与えられ、父、昭和天皇と、たびたび対戦して知恵を磨いた。1950年、学習院高等科2年の際に馬術部の首相となる。1951年10月、学習院高等科の修学旅行に参加。学友とは、前半別業ほどで、20日夜に、青森行きの夜行準急列車で出発。 青森県内を回った後の26日、岩手県平泉で修学旅行に合流29日に帰郷した。1952年11月10日、皇居、兵北の間出立大使の礼と皇太子、秋人新郎の青年式が挙行された。同日、大訓位に除され、筆家大受賞を授けられる。 1953年3月30日から同年10月12日までの半年余りにわたり人生初の外遊。ヨーロッパ12カ国及びアメリカ合衆国カナダを歴訪。同年6月2日、エリザベス2世英国女王の戴冠式へ、父ミカド、昭和天皇の名代として各国王族らと共に参列。この時の地位は皇太子であったが、 昭和天皇明大の格式が加わっていたため、応接する諸国では、天皇としての応対を行った。後年2007年の法王前の会見においては、このことを改装して、明大の立場の重さを思い、相手国を思んぱかる趣旨の発言を行っている。しかしこの外遊の結果、学習委員大学の単位が不足して進級できずやむを得ず中途退学したものの、 長年の学友たちと学年が異なることを回避するため、以後は超高生として学業を継続する。欧米訪問からの帰国直後の同年12月に結核の感染を診断される。この時、ストレプトマイシンなどの特効薬が発見されており、それの投与による治療を受け、1957年までにほぼ治癒した。このことは長らく公にされていなかったが、 2009年3月に行われた第60回結核予防全国大会の挨拶にて自ら明かした。1957年8月19日、秘書で訪れていた長野県北作郡軽井沢町の軽井沢会テニスコートでのテニストーナメントで日清製粉グループ会長であった正田秀三郎の長女正田道子と出会い、テニスを通して交際を深めた。 宮内庁職員の作品展に女友達と題した彼女の写真を出品した。しかし、皇太子が積極的に正田道子との結婚を考えているということがわかると、皇室内外からの反対もあった。昭和天皇の侍従長を務めたイリア、いりやいの著作、いりやい日記には、東宮様のご縁談について平民からとは怪しからん、と、母、皇順皇后が、秩父の宮妃、 節子、高松の宮妃、菊子の両親王妃と共に昭和天皇に訴えたという内容の記述がある。1959年1月14日に農祭の儀が同年4月10日に皇太子、昭人親王と翔田道子の結婚の儀が取り行われた。明治以降では初の皇族、家族以外からの皇太子妃であり、また成婚に至る過程が報道されたこともあって、 市民からは熱烈に歓迎され国民的なミッチーブームが起こる。成婚のパレードは盛大に行われ多数の国民から祝福を受けた。二人の成婚の様子を生中継放送で視聴するために当時効果であったテレビも一般家庭に普及し始めた。また婚礼を祝して祝典更新曲が作曲された。同年7月15日に交代史費。 み子の第一子会人が発表された。1960年2月23日に第一子第一男子ヒロ宮ミーやナルヒト新が誕生。3月には妹、セ美ミや高子内親王が、秋人親王の学友だった、島津久長と結婚した。同年9月22日から同年10月7日にかけて、ひみ子を伴って、夫妻で、日米修好100周年記念のため、 アメリカ合衆国を16日間にわたり訪問した。1965年11月30日、第二子、第二男子、綾宮文人新王が誕生。1969年4月18日、第三子、第一女子、ノリノミヤ清子内新王が誕生。沖縄県訪問に際して、沖縄県の祖国復帰が実現して3年後の1975年。 沖縄国際海洋博覧会に際し、父、昭和天皇も、大正期の皇太子時代に行刑した、沖縄県二律大使後、初めて訪問。海洋博の写真を収めた、書籍、海その望ましい未来、海洋博の記録映画、公式長編記録映画沖縄海洋博にも、開会式、閉会式に診断した皇太子及び、同妃の姿が収録される。 この沖縄県訪問については、複数の事件もあった。同年7月17日、皇太子妃未子を伴い夫妻で、姫ゆりの塔に、喧嘩のため訪問したところ、その場に潜んでいた過激派二人から、火炎瓶一本を投げつけられる。同日夜、皇太子は、沖縄戦における県民の傷跡を深く帰り見、平和への願いを未来へつなぐ。 都県民の心情を思う異例の談話を発表している。なお、この皇太子夫妻法規については、同事件の犯人の所属する組織など以外にも、各種政治団体が法を起阻止などを叫んで、全国で集会や全日本学生自治会総連合、県学連などによる専任人単位のデモなどを行った、ほか、沖縄入りした皇太子及び、 同飛の自動車に空き瓶などを投げつけるなどのテロに及んだが、皇太子及び同飛に怪我などはなく、つつがなく予定を終了した。皇太子は当時より沖縄に関心を寄せ流化を研究し、流化発種を発表している。1976年1月18日の海洋白兵会式にも揃って出席している。1987年にも、 沖縄解放国体を前に描画した父、昭和天皇の名城として沖縄を訪問し、同年10月24日、南部戦績の平和記念堂で、先の大戦で戦場となった沖縄が、島々の姿をも変える甚大な被害を被り、一般住民を含むあまたの尊い犠牲者を出したことに加え、戦後も長らく多大の苦労を余儀なくされてきたことを思うとき、 深い悲しみと痛みを覚えますとの天皇の言葉を代読した。当時の西目淳二沖縄県知事はお言葉に接し感動胸に迫るものがあります。これでようやく沖縄の戦後は終わりを告げたと思う。と談話を発表した。1989年1月7日、父、昭和天皇の崩御を受け、直ちに歴代3位の年長となる55歳で、 第125代天皇に即位。同日、皇位継承の儀式を取り行い、翌8日、元号法に基づき、平成に改元された。9日に取り行われた即位後朝見の儀では、国民と共に日本国憲法を守り、国運の一層の進展と世界の平和、人類福祉の増進を切に希望してやみませんとの、お言葉を発した。 両案が明けた1990年の即位の礼に、際して、京都御所から皇居へ皇居座が運ばれるなど大掛かりな準備が行われ、同年11月12日に、中心儀式である即位礼正殿の儀が取り行われた。祖父の大正天皇及び父の昭和天皇とも即位の礼を京都御所で挙行しており、関東の地で即位した初めての天皇となる。同日、 即位の礼、祝賀五列の儀として、オープンカーでのパレードが行われ、皇居から赤坂御所までの4 7トルの道のりを約12万人の市民が埋め尽くし、平成時代の天皇と皇后を祝福した。同年11月22日23日、皇居内で大城祭が取り行われた。1992年10月、中華人民共和国政府の招待で同国を、 訪問する。日中関係史で中国大陸に渡ったのは歴代天皇で初の出来事であり、生前の昭和天皇が希望していたことであったが、当時の中国外交部長だった千騎神は回顧録で、天皇訪中は64天安門事件での西側諸国の対中制裁の突破口という側面もあったと明かしている。百九十九年に 即位10周年を迎え、同年11月20日に、ご即位10年をお祝いする国民祭典が開催され、同日夜には二重教で祝賀の声に応えた。この折に、宮内庁は即位10年記録集、道を観光している。1993年には、父の昭和天皇が実現できなかった沖縄県行行,行を自身の在位中で果たした。この折には、 皇后未知子と共に予定になかった姫百合がクト隊の慰霊碑への訪問を行った。2003年までに47都道府県の日本全国の巡行を達成した。2009年11月12日、政府主催の御在位20年記念式典、民間主催の御即位20年をお祝いする国民祭典が取り行われた。 2009年12月15日、習近平中華人民共和国副主席と会見。この会見の申請が、慣例の1ヶ月前を切って行われたことから、騒動となり、はけた新吾区内庁長官が、記者会見で、政府、民主党政権、鳩山幸男内閣を批判する発言を行った。2011年3月16日、 東北地方太平洋沖地震の発生とそれに伴う被害に鑑み、国民及び被災者に対し異例のビデオメッセージを放送した。2016年1月2日、一般参が2019年4月30日対異例制電の、期2016年7月13日、NHK や毎日新聞が天皇の位を生前に皇太子に譲る。 生前退位の意向を、宮内庁関係者に示したと一斉に報道。諸報道によれば、天皇として憲法に定められた象徴としての務めを十分に果たせるものが、天皇の位にあるべきだと考えており、数年内の上位を望んでいるとされ、天皇自身が広く、内外にお気持ちを表す方向で、調整が進められているとされた。しかし、 宮内庁の山本慎一郎次長は、報道を受け、各社の取材に対して、そうした事実は一切ない。陛下は、憲法上の立場から、皇室転半や皇室の制度に関する発言は差し控えてこられた。と報道内容を否定した。8月8日、約11分間のビデオを通じて、自ら個人のお気持ちを、象徴としてのお務めについての天皇陛下のお言葉。 として表明。自身が即位後、日々、天皇として望ましいあり方を模索して、今日に至ったが、高齢になったため、全身全霊で象徴としての務めを果たしていくことが、難しくなってきたと暗示ていることへの国民の理解を求めた。2017年12月1日開催の皇室会議において、天皇単位の日が2019年4月30日に決定した。同様か、 政府は同日付での退位を閣議決定した。2019年2月24日、政府主催の天皇陛下ご在位30年記念式典が皇后未知子との成婚60周年を迎えた同年4月10日には天皇陛下ご即位30年報祝感謝の集いが開催された。在位中の年月日、法に基づき、新令和が公表され、 言語を改める政令に署名し、交付した。なお、新言語が政府より事前発表されるにあたり、この影響で日本の情報システム業界では、新規案件で言語を使用した機能の受注については、新規言語発表までは見合わせるか、政歴のみか、2018年までとするかで動きが分かれた。カレンダー業界は引率発行と販売に、 多大なる影響が出ることを危惧していた。大位の日である2019年4月30日の午後5時から、国事行為として、大位礼正殿の儀が、皇居宮殿正殿末の間で行われ、これが天皇としての最後の公務となった。天皇の大位等に関する皇室天範特例法の規定により、秋人はこの日をもって大位し、翌5月1日午前0時に上皇となり、 自身の第一皇男子である皇太子、なると信号が第126代天皇に即位した。同時に元号法の規定により平成から令和に改元された。これにより2019年は平成31年と令和元年という二つの元号が存在することとなった。2017年6月9日の国会参議院本会議での議決により、 天皇の大位等に関する皇室天板と例法が成立し、7日後の16日に交付された。2019年4月30日に同法が完全に施行され、天皇の地位と職務はすべて交代し、なる人新王へと引き継がれた。秋人は、1868年の一世一元の政、制定後、かつ建政史上初めて上位した天皇となった。 天皇大尉特例法施行に伴い、宮内庁には、上皇と上皇后の火星機関として、上皇職が設置された。上皇は公的な場に姿を見せることはなく、上皇后の道子と共に、私的な日本各地への訪問や芸術鑑賞などで日々を過ごす。その中でも、週一回は、皇居内の生物学研究所へ通い、虚類の研究を続けている。 86歳となった同年12月23日は、前年まで天皇誕生日であったが、退後は平日となり、翌年2020年より、第126代天皇、徳人の誕生日である2月23日が新たな天皇誕生日となった。2020年1月2日、妻の上皇后、道子、天皇徳人と皇后政子及び他の皇族らと共に、 皇居での新年一般参賀に参加。退位後に初めて公の場で姿を見せた。宮内庁は、同年1月30日、上皇が29日午後6時半ごろ、指摘外出の後、吹上げ戦闘後所に戻って約1時間後に倒れたと発表した。意識は、しばらくして戻り、翌30日に、宮内庁病院で、頭部 MRI 検査と専門医による診察を受けたが、 症状の原因となる所見は見られず、当面は経過観察を続けるとした。また同庁によると、上皇が倒れた際に上皇后が、非常ブザーで G を呼んだ。上皇はいびきのような息遣いだったが、G の診察開始から間もなく、意識を回復したという。夕食を取らずにそのまま就寝した。30日朝は、通常通り朝食を取ったという。 2019年7月には、脳貧血のため立っていられず、鏡込む症状があった。宮内庁は、上皇の最近の体調に問題はなかったとし、戦闘仮御所への引っ越し準備に加え、ハゼカ魚類の研究や上皇豪との日課の散策、読書などをして静かに過ごしているという。同年3月31日に、上皇号と共に仮住居である、戦闘仮御所に引っ越す。 葬儀及び、両母の格式については、天皇と同様としている。したがって、上皇の法御にあたっては、大葬の礼が執行され、天皇陵が造営されることになっている。1991年2月23日、皇太子ナルヒ人神皇の立太子の礼居九1938年10月、庭車をこぐ幼少期の皇太子。 秋人新能皇太子時代の MGM 撮影所、見学、1953年皇太子時代、第38回毎日定休選手権大会にて、1959年9月乗り物に、関すること2016年現在使用しているとされる二代目、インテグラニス産自動車との関わり1954年、妹、清ーや高タ内新能と、皇太子のプリムスセダンの前にて、 成婚前にはしばしば、成婚後もしばらくの間愛車でドライブを楽しんでおり、国産車では1954年に献上されたプリンス自動車のプリンスセダン以降、天皇に即位後に乗り換えたホンダインテグラまで通算9代のプリンス車を用いた。その中にはプリンスの試作 1900cc エンジンを先行搭載した初代スカイラインや高級車グランドグロリアの 鉱席スペースを100ミリメートル延長した特注車も含まれていた。なおこのグロリアのストレッチ使用者は標準車のスペースでは、私は良いのですが道子が、という交代子費への気配りにより特別生産された。ガーター騎士団員としての紋章金、羊毛騎士団員としての紋章、セラフィム騎士団員としての紋章妻の上皇后、道子との間に、二男一女の三子がいる。 一男三女の孫がいる。順序は兄弟姉妹館長子を優先。ありがとうございます。